はいどうもこんにちはこんばんは。シーズン3が楽しみすぎる人は絶対に高評価。どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、フォートナイトやっていきましょうか。フォートナイト以外やることはありません。ということで早速ねやっていきたいと思います。ということでエージェンシーに行こうと思ったんですけど、今エージェンシーはですね、マークね、ワンタイムイベントの仕様でね、まあ変わっちゃっててですね、まあちょっと敵がたくさんいすぎて勝てる気がしないんで、ちょっとエージェンシーに近いところに降りたいと思います。さあということでですね、まあ今回はもう覚えてるうちにもう珍しくもう本題言います。はい、もう本題を言いたいんですけど、あのピンクのやつ、待って、絶対取らせない。お前だけには取らせない。オッケー、はい、あよし、レッツゴー、勝てるよ、逃がさないよ。ちょっと待って、一旦変身しよう。オッケー、一旦変身して、まあ、ちょっとね、お話をしていこうと思うんですけど、なんとですね、シーズン3のティザー画像が、ワンタイムイベント終わった後に公開されました。はい、でね、まあ、ワンタイムイベント終わった後に公開されたって言ってるんですけど、今何時かっていうと、朝の5時半ですね。朝の5時半からこんなに騒いでるね、まあ、人いないと思うんですけど、まあ、ね、ゼルフィーだから許されますということでね、まあ、ちょっと意味のわかんないんですけど、まあ、シーズン3のティザーが公開されたということで、それがね、こちらです。はい、もうなんかちょっと謎だよね。なんかフォートナイト感があんまりない。なんだろう、なんか CD のさ、なんかジャケットっぽくね、わかる？ CD のなんかジャケットっぽいんですけど、待って、目覚ましだということでね、午後の12時半のゼルフィーです。こんにちは。ちょっと学校行ってきましたよ。はい、僕ね、朝の5時にさっきまで撮影して、そっから学校行って帰ってきて今なんですけど、その僕が学校行ってる間にね、ティザー画像が増えてましたね。はい、もうティザー画像が増えて、合計で4枚、さっき出したのも含めて、まあ、合計でね、4つになりました。はい、ということでちょっとね、もう4つ出ちゃったんで、もうね、ちょっとせっかく朝頑張って話したんですけど、もう言ってることがもうね、ちょっと意味わかんなくなっちゃうので、ちょっととりあえずね、もう後取りでちょっと声は取らせていただきます。さっきね、出した CD のジャケ写みたいって言ったなんか画像があったと思うんですけど、あれって実は拡大されてる画像でですね、それの拡大されてないバージョンが2枚目のね、ティザー画像として出ました。それがこちらです。はい、それがこちらなんですけど、この画像ね、見て。これはね、あれだよね。アクアマンのピッキルなのかな？ピッキルか、ちょっと2なのか、ちょっとそういうのはあんまり詳しくないんでわかんないんですけど、これ何なんだろうね。ワンチャン新武器か、なんだ、新ピッケルかだと思うんですけど、僕的には新武器だと思うんだよね、これ。おそらく。それかアクアマンのコラボを表してるやつなんじゃないかな。うん、だからアクアマンのスキンが来るかもしれません。で、よく見てもらえばわかると思うんですけど、0203、0203って結構書いてあると思うんですけど、これはどういう意味かっていうと、チャプター2のシーズン3って意味だらしいです。ということで、まあね、こちらがまあ2枚目のティザー画像なんですけど、さっきね、合計で4枚あるって言ったんでね、次は3枚目をお見せしたいと思います。3枚目のティザー画像がこちらです。はい、もうね、これだけ見ても正直わからんないんですけど、なんとこちらの画像もね、まあ、拡大されてる画像でですね、そのね、拡大が解除された画像がティザー画像の4枚目として出されました。それがこちらです。はい、ということでこれね、まず多分みんなが気づくことは新スキンの腕だよね。これ新スキンの腕となんかちょっとね、半分だけ体が映ってるんですけど、多分おそらくこれは新スキン。かっこよさそうだよな、服。まあ、いやでもまあわからん、実際の見てみないと分かんないから、まあ、そこは何とも言えないんですけど、まあ、こんな感じのね、まあ、スキンが来ますよっていうのが、まあ、分かります。はい。で、手に持ってるやつだよね。これは、さあ、新武器じゃない？僕的にはなんか、新しい投げ物だと思うんですけど、どうなのかね。なんか、ちょっと僕、パッと見なんだ、インパルスとかそこら辺のやつに見えたんですけど、なんかさ、月のなんかクレーターとかに、なんかクレーターっぽくない？その穴、結構デコボコしてると思うんですけど、これマジで何なんだろうね。ちょっと僕もあんまりちょっと詳しくは、まあ、あんまりね、ちょっとわかんないんですけど、いろんななんかリークとかも見てるんですけど、どうなのかね、これは。まあね、皆さんもね、もしよければ、なんか予想があればコメント欄とかにね、もうどしどし書いてください。全部見ます、コメント。もう全部見るんで、もう予想ね、もうどしどし書いてください。本当に僕そういうの見るの好きなんでね、結構考察とか好きなんで、もしよければね、書いてください。まあね、でもこれは僕ね、絶対新武器だと思う。うん、僕的にはこれは新武器だと思うよね。で、あれなんですよね、TikTok にシーズン3の、その宣伝する予告のね、映像が出てるんで、それをね、ご覧ください。はい、ということで、こちらがね、TikTok に、まあ、上がってるやつなんですけど、なんか泳いでるよな、これな。サメっぽいよな、これ見た感じな。うん、サメが泳いでて、なんかすごいね、やっぱり、まあ、海はもう関係してるし、サメも何かしら関係してるってことは、なんかこのティザー画像でなんとなく分かったんですけど、いやーね、楽しみだよね、ということでね、まあ、明日シーズン3が来るということで、もう、この謎もすべて明日分かるのでね、皆さん、明日のシーズン3楽しみにしておきましょう。ということでね、
の動画内でももう一回ぐらい言うと思うんですけど、あのアップデート待ち配信ねするんでね、皆さん来てください、お願いします、面白くします。ということでね、まあ残りはね、あの朝のゼルフィー君にちょっとまたね回したいなと思います。やばいよな本当に、なんかシーズン変わんのが久しぶりすぎてさ、なんかシーズン変わるなんて言えばいいんだろう、その実感があんまりないんだよね。だいぶ延期したからね、3回延期したよな、3回延期されてるからね今回、本当になんか延期パレードだよな。いやでもね、この画像の何あれが本当にアクアマンのやつだったらね、本当になんかいいよね。アクアマンのスキン普通に欲しいもんだって。悪くないもん、あのアクアマンの何スキンみたいなやつ。いやしかもこれがピッケルとして出てくれたら本当に嬉しいな。普通にさ、これがピッケルとして出たらさ、普通にかっこよくない？結構かっこよくて好きなんですけど、皆さんどうですか？まあ僕は好きなんですけど、皆さんは嫌いでも好きって言ってください。まあね、あの僕が好きだからもう好きなんですよ、みんな好きになって。まあ僕がもういいと思ったからいいんすよ。はい、ということでね、やっていきましょう。なんかもう敵いなさすぎてやばいんだけど、暇すぎんな。こんな敵いないもんだっけ？え、マジでさ、なんかどっかに一人ぐらいいてもいいでしょ？やば、このゲーム。なんかもうさ、みんなエージェンシー行くからさ、その他のところに全然人来ないんだよね。しかももう34人でした。待って、いなさすぎだろ敵、おかしくない？こんなにいないゲームだったっけ？何このゲームそんな無人だった？あ、やっぱりエージェンシー行くのかな、みんなね。エージェンシー覗いたらいるんじゃないの？見えないわ。いやでもマジシーズン3楽しみだな、本当に。もうね、何でもいいから、とりあえずなんか変えてほしいね。あと僕の願いを一つ言うのであれば、スナイパー消してほしいね。まあ、スナイパー、まあ、こそらね、多分、僕だけだと思うんですけど、まあ、結構スナイパーもスナイパーで結構楽しいしね。てか、いや、スナイパー消さなくていいや。ワンパンだけはさせないでほしい。もうね、ブーム棒と、SR だけは、ちょっともう、怖すぎる。恐怖。恐怖すぎて、もう、草生えるぐらい恐怖だから。てか、マジ、ボットもいないんだけど、何ボットぐらいいてもいいじゃん。何僕そんな嫌われてる？マジで、そんないないか？お、今見っけ。いいね。なんか結構シールドに今日愛されてる日だわ。結構歩いてるよな、だって。こっからここまで動いて一人でも会わないんだよ。行かれてんでしょ、このゲーム本当に。気持ち悪いな。てか僕、この後学校あるんだよね。僕、この後さ、普通に学校行かなきゃいけないからさ、もうなんか気分下がるよね。この動画もさっさと編集して出したいのに学校行かなきゃいけないからさ、マジで、もう学校し、ここに敵いたりしないよね。いたら発狂するで。おー、びっくりした。宝箱にびっくりしちゃった。おい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 。敵いなさすぎだろ。ちょっと待って、物資取ろうか。なんでこんなに敵いないの？もうあと20人だよ。大チャンチの収縮終わってないからね。これ第一だよね。第二？わかんないけど。まだ、だって全然収縮終わってないのに、もう20人だからね。シーズン3になったらさ、なんかもっとさ、なんか、なんて言えばいいの？後半の人のさ、残りをさ、増やしてほしい。増やす、なんか、増えるような感じにしてほしいよね。さすがに少なすぎるでしょ。だって、このアンチでだって20人だよ。おかしいでしょ。じゃあもう18人だし、2人死んでるし、なんか僕が喋ってる間に。なんでみんなそんな敵だのに僕だけ会えないの？もしもアンチもすぐ入れちゃうよな。いやボットぐらいいてもいいやん。何僕はボットとも会えないの？おかしいよ。ちょっと待って、本当に待って、僕マジでごめん、何回も言うけど本当に敵がいない。いた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 。え、どこいんの？オッケー、やっていくー。よっしゃ、久しぶりに敵見つけたよ。久しぶりに敵見つけて倒したよ。なんなんだこのゲーム本当に。ま、いなさすぎだろ敵が。で、待って、なんかしかもさ、このさ、水きれいじゃない？この津波ウォール。もうこれ津波ウォールって呼んでるからね。あの、ゼウス中のキーパーの技。津波ウォール。津波ウォールいいね。これ綺麗なんだよな、結構。このね、津波ウォール本当に綺麗。うん。マジで。もうなんかアンチのテクスチャーこれに変えてほしいもん。しかもアンチ飲み込まれたらあれだからね、海の中入るからね。結構おもろいよな、それな。僕結構おもろいと思うんですけど、皆さんどう思いますか？おもろいと思わないやつは全身でください。待って、一人は会った。一人とは会えた。けど一人しか会えてない。まあ、開幕でもう一人会ったけど、あいつはもう論外。あ、いた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 。あ、もう、敵見つけただけで超嬉しい。え、いた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 。お前やばいってそれ。ちょっと待って、やばい、マジやばい、マジやばい、マジやばい。待て、あー！さあ、ということでね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。なんかロビーが、なんかバグってんのかなんか知らんけど、ちょっとなんか違いますね。なんだこれはちょっとわかんないんですけど、なんかロビーが、なんかなぜか変わってますね。多分バグです、これは。はい、バグなんですけど、なんかロビーが変わってますよっていう感じなんですけどね。眠いね、ちょっとね。僕今日12時に起きたんだよ、夜中の。ワンタイム見るために夜中の12時に起きたから、もう頭働いてないのよね。うん。もうだから僕の体内時間はもう深夜の12時だからね。
もう本当に眠いんですけどね。まあ、動画を作りましてね。もうとりあえず皆さんシーズン3楽しみですね。もうワンタイムイベントじゃなくてあれだ。シーズン3のアップデート待ち配信もね、するのでね。多分アップデートあると思うんで。はい、もしよければ来てください。お願いします。というか絶対来てください。はい、あとね、ここまで見た人は強制的にチャンネル登録と通知オンにしてください。はい、もう絶対です。絶対にしろ。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。